こちら、ベンディ&ザ・インク・マシーンというゲームを遊んでいきたいと思います。始めましょう。スタート。第1章、動き出す絵と。俺に見せたいものを探しに行くとしよう。ここに何を隠してるのか見せてもらおう。古き友よ。なんだろうね、これ。3D プリンター的なインクマシーン。さーて、これをどうやって激動すればいいんだろうね。いろんなオブジェクトを見つけ配置する。あ、これ？バナ置いた、歯車置いた、インク置いた、音符置いた、ぬいぐるみ置いた、あと1個。で、OK。あとはインクを流し出す方法を見つけるだけだ。どこかにスイッチがあるはずだ。そうだろう。主電源を起動することができるだろうと。圧力バルブ。こんなもんか。圧力バルブ。おー。インクが溢れてくる。ランニング？あ、作動中ってことね。これでいいの？あー、塞がれてる。おー。え？止まって。LB っつった今。待って、LB か ?RB か。よいしょ。よいしょ。多分このインクの中でしか出ない敵とかいる気がするんだよな。俺の予想だけど。邪魔なものを排除する。斧はなかなか便利であろう。攻撃できる。また黒魔術の儀式っぽいも。おお、インクマシン。インクマシンのフラッシュバックが。なんかすごい華奢なやつがおったな。おお、第2章のと早っ。え？ Hello? Excuse me, can you help me? Do you help me? It's time for me. Where the hell did he go? 消えた。ここは本当に暗いな。ブーン。階段。階段？ああ、排水処理方法を見つけなければ。階段の浸水を給水せよ。お？なんか来た。うい。うい。うい。何が襲ってきてんだろうな、本当に。本当に。なんだろう、あれは。音楽はいいな。なんだろうな、この人かな。行くぞ、お前ら。はい。で、コントラバス、4回鳴らして消えるのはそういうことか。4回でなんかあったのか。わかんなかったんですよ。コントラバス。バイオリン。どうだ？オッケー。ストライクアップ。マイフォービングソング。これで正規だ。1個目完了。またお前か。びっくりした。何あれ？何あの筋肉質なベンディ肝？常にこっちを向いてくるあいつ。なんてこった。バルブがないじゃないか。どこ行ってしまったんだ。バルブないね。あ、持ってる。さようなら。なんか帽子かぶってたね。こんなことはしまなかった。それと、かっこいい帽子だ。意思があるのかな？で、とりあえず、オン。OK, let's do it. サミーのオフィスに戻ろう。なんかタップダンスしそうな音だな。ポンプ制御。え？これで出口いけんの？うお。後ろから殴られた。またおめえかよ。ファミリーローレンス。よし、これぐらい調べておけば大丈夫だろう。我々の個室がそこら辺をブラブラ歩き回るだって。ファミリーローレンス。やっぱお前黒人じゃなくインクマンか。こんなとこまで私には行き方で。本当に手間が省けたよ。斧返せや。それでは、始めましょうか。儀式を終わらせなければなりません。間もなく彼は私の呪いを聞き、私らを自由にするのだ。待てや。話せ。朝には目覚めるだろう。もしくは、死んでるかもね。ベンディーよ、我の声を聞いてください。闇より目覚めるのです。目覚め、我の意見を受け取るのです。
まあ、確かに天使便利だもんね。私を解放してください。お願いです。私はあなたを召喚するインクの悪魔よ。姿を現し、この難な羊を受け取るのです。違います。主よ、私から離れてください。私はあなたの預言者です。私はあなたの、まあ、基本、黒幕ポジションで何か言ってるやつはな、やれるって運命なんだよ。終わった武器をランクだった便利あの便利から逃げろってことね。そういうことで。EXIT。EXIT。ザ・ビリーバー。ん？転がってきた。誰かいるんですか？そこにいるな。わかってますよ。出てきて。姿を見せてくれないかな？便利かな？違った、お前か。なあへん？ポリス？腹を裂かれたポリス。お、第三章になった。上昇と下降。はい、というわけでね、ちょっと長くなりましたが、まあ本日はこの辺で終了したいと思います。5章まであるんだっけな？わかんないけどね、まあその辺ぐらいまであるっぽいんでね。頑張ってクリアしたいと思います。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。またね、来週のライブお楽しみください。それじゃあ、またね。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。概要欄には Twitter のリンクも貼っておりますので、こちらもフォローしていただけると幸いです。それでは、また別の動画でお会いしましょう。さよなら。